黄金なち党員バッジ正式名称、黄金党員名誉賞は国家社会主義ドイツ労働者等が発行していた古参党員用のバッジ。金枠党員賞あるいは高級党員賞と訳されることもある。バッジには制服用の 30.5mm と私服用の 24mm がある。30.5mm バッジは宝飾品メーカーのデラーソーン。 2 4トルバッジは、ジュース、フュースと、デラーソーンの2つのメーカーから異なるデザインのものが作られた。通常の党い衣と異なり、金色の月景感で囲まれている。黄金ナチ党員バッジは、ナチ党が政権を掌握した後の1933年11月9日に制定された。要対象は、ナチ党に、 初期から参加し継続して活動していた、古参党員のうち、党員番号10万番までであり、裏面には、党員番号が刻印された。実際に、入党10万番以内であったのは1929年、中盤頃までと推定され、実際に授与された党員は6万人程度であったと、される。従って、正規の黄金バッジは、制服用1、私服用1のセットで、 合計12万個程度である。ただし、都へ申請書類を送ることでスペアを、宝飾品メーカーへ指費で発注することが許可されており、実際に、複数のバッジを購入している者も、多数いる。この黄金バッジを有する党員は、一般バッジの党員を、日寄り主義者とみなして馬鹿にすることが多かった。 例えば一般党員のバッジを恐れのバッジなどと呼んで笑い者にしていた。そのため、金枠バッジの平ら党員が一般バッジの幹部の命令を無視する、党、党内秩序に支障を来すケースが頻発した。それら諸問題の解決のため、1936年1月30日、黄金バッジは金枠党員賞相当功労賞として復活する。授与対象は、 アドルフ・ヒトラーが特別に功績を認めたものである。さらにビルヘルム・カイ・テルゲンスやルートビヒ・シュベリンフォン、クロー・ジク・伯爵などのように、日ナち党員であってもヒトラーが特別な功績を認めたものには授与されることがあった。これらのバッジの裏面には、党員番号ではなく、アドルフ・ヒトラーのイニシャル、AH とナチスにとって、特別な出来事のあったとしつき比が刻印されている。 ナチ体制下では、ドイツ勲章と地の勲章に次ぐ、第3位の功労章とみなされた。ヒトラーの黄金党員バッジの理面の党員番号は、1であった。多説として、ヒトラーの党員番号とされる、7であるという説と、7に加えヒトラーのサインが刻印されているとされる、説があるが、ドイツ労働者党時代のヒトラーの党員番号は555番で、あり、 1921年の離島、復党の後に、ヒトラーに3680番の党員番号が交付された。1925年のナチ党再建時に、党員番号の再登録が行われ、ヒトラーの党員番号は1番となった。ヒトラーは、自殺前に、これをマクダ・ゲッベルスに預け、その後、ソ連軍に没収されて、ロシア連邦公文書館に収められていたが、 2005年に何者かが盗んでいった。本物のヒトラーのバッジだとすれば300万ユーロの価値があるとされる。ただし、マクダ・ゲッベルスが夫ヨーゼフと共に自殺した後、ゲッベルス夫妻の遺体は、ヒトラーと同様に親衛隊員によってガソリンで焼却されているため、党員バッジだけが無傷のままソ連軍に露格されたと考えるのはいささか困難である。なお、 金枠わ印象はコレクターに人気が高く、高額で取引されることから岩作が大量に流通している。その岩作バッジを専門にコレクションする研究家もいるほどである。ありがとうございます。